文後と四海駅は、大分県早見郡地町大技と8日にある、九州旅客鉄道日報本線の駅である。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。互いのホームは、古線橋で連絡している。別府湾に近くホームや、古線橋から海を眺めることができる。2020年には、当駅のホームと海を収めた写真が、青春18切符のポスターに採用されている。 かつては JR 九州鉄道営業が駅業務を行う業務委託駅でポス端末が設置されていたが2014年7月1日をもって駅員の配置がなくなり無人駅となった。しかし2016年4月1日より肘長が駅出発、改札の一部業務を行う形で平日7時から13時のミサイル有人化された。IC カード守護課は 出入場とチャージの未対応。1965年度には、乗車人員が157,905人、降車人員が151,633人で、手荷物や小荷物も取り扱っていた。2015年度の乗車人員は157,787人、降車人員は154,029人である。周辺には、日室、辻間団地があり、特に、 朝は送迎の車でひしめき合う。1日平均乗車人員の数値は、各年度版、大分県統計年間による年間乗車人員の値を、各年度の日数で割った値。ありがとうございます。